安倍総理大臣は年頭の記者会見で憲法改正に向けた議論を一層深めていきたいと意欲を示しました。インド年の今年こそ新しい時代への希望を生み出すような憲法のあるべき姿を国民にしっかりと提示し、憲法改正に向けた国民的な議論を一層深めていく、そのような一年にしたい。その上で、与野党にかかわらず広い合意が得られることを期待されていると、各党に活発な議論を呼びかけました。一方、緊迫する北朝鮮情勢については、寒さが一層厳しくなっている中、制裁の効果を注意深く見極めていくと述べた上で、従来の延長線上ではなく、国民を守るために真に必要な防衛力の強化に取り組むと強調しました。また、22日から開会する通常国会を働き方改革国会と位置づけ、長時間労働の規制などを盛り込んだ関連法案の成立を目指す考えを示しました。